うだよ。君の時間は未来じゃないか。ラストラブ、恋には覚悟が必要だよ。もともと松竹の大船で映画をからスタートしまして、でまあその頃の親の七光ってすごかったもんで、主演映画を 4,5 本用意してくれたんですけども、私遊びの方が忙しくて答えられなくてね、要するに映画に失敗した俳優だったんですね。したがって、ね、映画に対してはどうしても臆病になるというか、後ずさりしてしまうというか、そういう気持ちがあったもんで、ずっと出ないように、でテレビの世界で育ててもらったという、そういう気持ちもありますしね。もしも、まあ、いい機会、いい作品に恵まれたら、もう一度やってみたいなという気持ちは少しはありますけれどもね、はい、少しでいらっしゃる、ね、本当に今回はラブストーリーということで、一人の男性として見たときにすごくジェントルマンで心優しくて、本当にそういうイメージを持ちました。ニューヨークロケでは、本当に寒い日も続いたのですが、さりげなくカイロを渡してくださったりとか、大丈夫なんてこう声をかけてくださったりとか、本当に優しくしていただいて、はい、すごく素敵な方です。それだけ？そうですね、いつもコマーシャルで拝見してるんだけど、とにかく綺麗な方で、この年になってこんな綺麗なお嬢さんとラブストーリーできて本当幸せなんだけども、これからもっともっとお綺麗なんだから、もっともっと大きな女優さんになってもらえたらなと思います。頑張ってください。一回り以上もというところではなかなか考えたりということはなかったんですが、今回の作品の中で向き合ってみて分かったことは、なんか本当にその人が辛い立場だったりとか、弱さを見せた時に守ってあげたいとか、すごくこう母性本能を出せたんですね。これから先こう自分の中の恋愛観が変わっていくんじゃないかなっていうところも、この映画では私はすごく感じました。あとこれから映画ということで舞台挨拶なんかにも立たれると思うんですが、その辺の心境をお聞かせ願えますでしょうか。舞台挨拶ですか。やりますご自身もやはり楽しみなことでいらっしゃいますか。とんでもないです。いや本当にその14年前もやったことあるんですけどもね、本当悲しくなってね、よな、まあいいです、あんまり好きじゃないです。以前田村さんも共演されている大地真央さんが結婚婚約を発表されたんですけれども、ぜひ、大地さんにラストラブを実らせた大地さんにメッセージをいただきたいんですが。僕はあんまり知らないよ。彼女ね、古畑任三郎でね、1話だけゲストで出てくださってね、よくわからないラストラブにならないかもわからないでしょ